ネットリンチとか、ネットヘイト、まあ、ネットにおける他人に対する悪口とか攻撃にまつわる事件というか出来事に関して僕は、人生で3回経験がありまして、ちょっとそのお話をしようと思うんですけど、かねがね僕はその SNS とかネットにその他人の悪口だったりとか誹謗中傷はもちろんダメですけども、そういうものに関していけないんじゃないかなっていうことをずっと発信してまして、まあ、僕程度の影響力の人間が何か言ったところで何か変わるわけではないんですけども、まあ、それでもちょっと発信し続けたいなとは思うんですけども、ちょっと僕が関わった3つの事件をちょっとお話ししようと思うんですけど、まず1つ目が僕が、昔事務所に入ってお笑い芸人をやってたことがあるんですね。で、その後僕は3年間芸人を続けて、その後僕は俳優になるんですけども、その俳優をやってた期間、自分で劇団も旗揚げして自分が主催の劇団を持つことになったんですけど、その時にですね、僕芸人になったのが周りの同級生がまだ高校生とかの時なんですよ。かなり若い時にから芸能活動を始めてて、で役者になったのが20歳の時で、自分の劇団を持ったのが21とかやったんですよ。2013年ぐらいですね。その時にその自分の劇団を旗揚げしたんですけども、まだまだ当時若くて、でその集まってくれた劇団員とか一緒に劇団を組んだメンバーっていうのがほぼ先輩とか年上になったんですね。で僕は劇団を作った理由っていうのがやっぱり自分のやりたいことをやるためだったりとか、自分の発信したいことを発信するための場所が欲しくてそういうのを作ったんですけど、その中にやっぱり先輩がいたりしたんで、僕はその自分の意見をこうゴリ押すことができなくて、でその先輩の人もある人が結構言ってきたんですね。僕に意見をこうした方がいいんちゃうとか、こういう作品やりたいとか、でなかなか自分のやりたいことができなくなって、それがすごいストレスになって、で、まあ、若かったっていうのを言い訳にはできないんですけども、その人の悪口を結構ツイッターに書いちゃったんですよ、僕。なんなんあいつみたいなのを書いちゃって、で、その人から直接連絡をもらいまして、なんなんあれみたいな。で、結局、そのまま喧嘩別れして、未だに縁が切れた状態なんですけど、僕はものすごい後悔してます。ものすごい後悔してるし、まあ、会うことがあるかどうかわかんないですけど、直接会ったら謝りたいなとは思うんですけど、それが8年ぐらい前なんですけど、8年間ずーっと影を落としてて、うん、こう大人になっていくにつれて、もう当時から大人になってなきゃいけなかったんですけど、大人になっていくにつれてものすごい後悔するようになりました。それが一つ目の出来事ですね。で二つ目の出来事っていうのが、その後また活動を続けていく中で、まあ、劇団とかやってたんですけど、ある芸人時代の先輩、お笑い芸人時代の先輩、名前出して大丈夫だと思うんですけど、あの田村健二さんっているんですよ。あの大阪の芸人さんですね。田村健二さん、タムケンさんです。田村さんって不定期的に結構ツイッターが荒れるんですよね。あの人結構政治的イデオロギーみたいなのを発信する人なんで、それに異を唱える人とかで結構アンチが集まったりとかしがちな人なんですよ。で、僕は若い時にちょっとお世話になったことがあって、田村さんすごい優しい人だし、その後輩思いですごい愛のある人だなっていうのを知ってたんで、それを見てていたたまれなくなったんですよね。っていうのでちょっと田村さんをかばうようなツイートをしたんですよ。田村さんはなんかいろいろ言われてますけど、
本当はすごい愛のある人で、僕は昔お世話になったことがあります、すごい優しい人でした、みたいなツイートしたんですよ。じゃあ田村さんのアンチの矛先がこっちに来たんですよ。僕のツイッターに結構攻撃をされまして、でまあまあ最初はうわ田村の信者だみたいな感じで緩い攻撃から始まり、でだんだんとねこう過激さを増すというか、僕ちょっと怖くなってきたのが、僕の過去のツイート、その事件がある半年ぐらい前やったと思うんですけど、なんか役者仲間がなんかと冗談の言い合いをこうしてたんですよ。なんかお互いをこう罵るじゃないですけど、そういう冗談をこう言い合ってるツイートがあったんですよね。でそれはもうなんかその友達ともお互い、あ、面白いやりとりやったなーで済んだ話なんで、喧嘩とかじゃないんですけど、なんかそのツイートをわざわざ引っ張り出してきて、かなり遡ってみたんでしょうね。でそれで過去にこの男はこんなことを発言してます、人間が腐ってますみたいな、冗談で言ったつもりやったんですけど、そこまで遡ってそういうのも引っ張り出してきたりだとか、あと部落出身だこいつはみたいな書かれてたんです。これはいいんですよ、別に僕実際部落出身なんですよ、隠してもないですし、部落で生まれて部落で育ってきた人間なんで隠してはないんですけど、保険証作れないとか、生活保護不正受給してるとか、もうここまで来たら誹謗中傷ですよね。誹謗中傷っていうのは、まあ、根も葉もない根拠もない話をまき散らすことを言うんで、もうこれは誹謗中傷ですね、十分。で僕基本的に他人の意見とかは気にしないタイプなんですよ。もう我が道を進みたい人間なんで、あまり気にしない人間なんですけど、さすがにゾワッとしたんですよ、ね、そのツイートを遡られてた時点でちょっと気持ち悪って思ったんですけど、そういう誹謗中傷を人生で初めてもらった時にゾワッとしましたね。なんか怖いとかそういうんじゃなくて、気持ち悪いっていうんですかね、なんかちょっと筆舌しがたいような感情になりました、その時。それが二つ目の事件です。で、三つ目の事件っていうのが、これもツイッターなんですけど、ツイッターで一時期、今もあるのかな、質問箱ってあるんですよ。その、ツイッターと、ツイッターのアカウントと紐付けをして、質問をいろんな人にしてもらうと。で、その質問にツイッターを使って答えていくみたいなシステムがあるんですけど、僕それをこう作ったんですね。で、その質問箱の特殊なところって、その質問した人のアカウント名とか名前とかが出ないんですよ。匿名で質問を送れるんですね。で、僕それを開きました。で、当時なんか結構人をイラつかせるようなキャラクターやったんですかね。なんかそういう役が多かったりとかで、結構なんか炎上商法じゃないですけど、そういうつもりも全くなかったんですけど、なんかちょっとこう派手なことを言って笑いを取るみたいなことをしたりしてたんですよ。その舞台上がった時とか、なんか動画出演した時とかに結構そういうキャラクターでやってたんですよね。過激なやつみたいな。もうそれがちょっとダメだったと思うんですけど、今考えれば。でそういうので5000件ぐらい、悪口が来まして、質問箱に。質問が少なかったんですよ。もう、ほとんど悪口でしたね。で、もう、そういうの気にしないタイプやったんですけど、それもやっぱり、ゾワッとしました。普通にツイッターやってる分には、そういうリプライとかメッセージとかは来ないんですけど、匿名で送れますよってなった途端に、そういうのが一気に来たんですよ、僕に。それもちょっとさっきと同じで、怖いとか気持ち悪いとかっていうより、よくわからない感情になったんですよ。ゾワゾワというかっていうのがありました。それが3つ目の事件ですね。そういうのがあって、僕 SNS とかネットとかに、その他
他人の悪口とか誹謗中傷はもちろんダメですけど、その他人の悪口、ネットヘイト、ネットリンチっていうのは僕絶対的に反対なんですよ。絶対にやっちゃいけないことだと思ってて、でそういうのをなくそうっていう運動をしてらっしゃる方がいるんですよね。木村京子さんっていう元プロレスラーの方なんですけど、2020年に娘の木村花さんがね、そういう誹謗中傷の事件で心を痛めてっていう事件がありまして、なんかそういうネットヘイト、ネットリンチっていうのを、全然規模は違いますけど、僕も小さい世界で、小さな世界で経験した身として、ちょっと他人事だと思えなくて、僕なんかよりもっとそういうことされてたでしょうし、で僕と違って全く悪いことをしてないわけですよね、木村花さん。僕めちゃめちゃプロレス好きなんですよ。プロレス好きだし、もちろん木村京子さんも木村花さんも存在は知ってたんですけども、テラスハウスでしたっけ、あの番組に出てたんですよね。でそこでのなんか発言を切り取ってこう攻撃をされてたっていうのを聞いて、バラエティ番組じゃないですか、なんて。バラエティ番組なんて、まあ元芸人が言うんで間違いないですけど、ガチガチに台本があるわけですよね。でそういうのでも叩かれてて、なんていうのかな、すごいしんどかったやろうな、でもすごい月並みの表現なんですけど、もし自分が木村花さんだったらっていう立場に置き換えて考えた時に、そういう経験を一度でもした身として考えてみた時に、すごい辛かっただろうなって思ったんですよね。で何かこう木村京子さんが今やってらっしゃる運動に参加できないか協力できないかって考えた時に、京子さんが今ネットショップをやってらっしゃるんですね。でそこでいろんなグッズとかを販売してるんですけど、そこのグッズの売り上げをその運動に当てると、その資金をそこに当てるというのを見まして、僕早速 T シャツ、早速というかちょっと僕お金がない時期がちょっと続いたんで、最近になっちゃったんですけど T シャツを買わせてもらったんですよ。ちょっと見てもらいましょう。今日着てるんで、これなんですけど、これは、木村花さんのモチーフを、ハードコアチョコレートさんですね、派手な T シャツを作るブランドなんですけど、そこの人がコラボで作った T シャツですね。大江戸隊時代の木村花さんですね。僕すごい気に入ってます、これ。これを早速買わしてもらったんですよ。で、本当にビビたるものだと思うんですけど、その僕がこの T シャツを買ったお金が、運動の資金になるということで、まあ、本当にちょっとですけど、本当気持ち程度ですね、本当に。そういう形で協力させてもらいました。あと、チェンジっていうサイトがあるんですけど、これは、署名を集めるサイトなんですね。で、そこで、京子さんも投稿してらっしゃって、ネットヘイト、ネットリンチをなくす法案を作るみたいなのがあって、それに賛同しますっていうのに僕も賛同させてもらったりしてるんですよね。本当にそういう小さなところから始めてるんですけど、まあ、全然僕なんて大した影響力じゃないと思うんで、いるかどうかわかんないですけど、あ、自分もその意見賛成ですっていう人はそういうチェンジで投票したりだとか、あと、木村京子さんのネットショップで買い物をしたりとか、これ以外にもいろんなデザインの T シャツだったりとか、グッズだったりとかを販売してらっしゃるんで、そういうのもぜひ購入してみてください。概要欄に一応 URL は貼っておきますんで、そちらもご覧ください。本当に、なんていうのかな、ネットヘイトとかネットリンチとか、顔が見えない場所、匿名性のある場所で人を攻撃するようなこと、本当に愚かしいと思います。僕自身も一度やってしまったことは
ありますし、人にされたこともあるんですけども、本当に愚かしいし、全く生産性のない行為だし、単純に人を傷つける行為だし、僕は絶対に反対です。